はい、かわいい。どうですか、ノブさん、こんにちは。はい、こんにちは、ノブ屋本店のノブです。今日のテーマはあなたの印象、色でめちゃくちゃ変わるのよ。こういった内容でお届けしたいと思います。どういうことかというと、ヘアカラーのことね。ヘアカラーであなたの印象がらりと変わっちゃうんです。そこで今日はこのノブさんの妻なっちゃんをモデルにしてお話を進めていきたいと思います。ちなみに仕上がりはこちら。なっちゃんも48歳の立派な大人女子、もちろん白髪世代でございますが、可愛くなっちゃってます。そして今日のこの動画のサムネイル見てもらいましょう。ドン。あ、これもちろん、写真の加工です。赤ずに3パターン作ってもらったわけなんだけど、全く違う印象になるよね。リアルな仕上がりは一番左なんだけど、他にね、写真の加工でこんな風に色をつけてもらいました。ノブさんね、こういう小細工全然できないんだけど、まあ、今はね、スマホ一つあればね、便利な時代でこんな加工もできちゃうよと。赤ずグッジョブみたいなね。でね、実際にこれだけ色が変わると、かなり印象が変わるの分かってもらえると思います。今日はそんなお話です。ちなみに今日の流れとしては、この後、実際にこのなっちゃんのヘアができるまでの施術のシーンを見てもらいます。そしてその後、髪の色が変わることによるあなたの印象の違いなんかを解説しちゃいたいと思います。さらに今日はみんな大好きノブレディオのコーナーもございます。今日はね、ちょっとコメントをご紹介するではなくて、ある美容師さんとそのゲスト、この間に生まれた物語をご紹介したいと思います。ヒントはこのチャンネルの視聴者さんです。そしてその美容師さんとは、なんと女ノブさんとの呼び声も高い美容師さんです。特に茨城県、栃木県と聞いてピンときた方、要チェックです。それとね、ノブさん、めちゃくちゃ嬉しいことがございました。熱心なこのチャンネルの視聴者のあなたならわかると思うんだけど、シャツにまつわるお話です。そう、あれが届いたんです。しかも心のこもったお手紙と一緒に、ということで今日も内容盛りだくさんでお届けしますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。毎度おなじみ妻なっちゃんのメンテナンスでございますが、メンテナンスというかね、毎回もう大きく印象をね、変えるんだよね。でオーダー一切聞かずにノブさんが勝手にやるという、そんな感じね。で今ここ、この左の耳の上、周りね、ここはね、ブリーチ剤でがっつりと色を抜いて、まあ、いわゆる一つのインナーカラーってやつをするわけね。ここはもう終わった後はね、マッキンキになる。そんな処理をして。で、ラップで包んで、レンジでチーンはしないよ。ラップで包んで、他のお薬が混ざらないようにね、そこだけ独立させておく。で、今やってるのは根元から伸びてきちゃった黒い毛。それをね、一遍明るくして。さらに毛先を抜いてと。で、色抜いただけの状態が今これ。ほら、耳のところ金髪だ、ね。でもこれだとまだね、白髪が、染まってないのね。だから一遍明るくしてからのカラーリングと。で、今根元の部分だけを塗ってるんだけど、ノブさんお得意の地肌にお薬をつけずに染みないカラーリングでございます。こんな感じで、白髪があろうがなかろうがね、地肌に薬をつけない。これは独特の染め方だと思うね。専用のハケがあって、専用の塗り方をしてるって感じね。そして中間塗って、この後毛先塗ってなんだけど、取り忘れましたので、まあカラーリングちゃっちゃっちゃとやったよと、そんなことを見てほしいのね。とにかく一遍明るくしてからさらに染めましたということ。そしてカットがスタート。まあとにかくね、ノブさんの趣味なんだよね、これね。奥様の髪をやるっていうのは。だから好きにやっちゃうっていう。毎回毎回ね、なんかこう、あ、今季節がこうだし、前回までこうだったから、今日はこうしよっかな、みたいな感じで、全く彼女の意見は取り入れられてないわけ。だから仕上がるまでどうなるのかさっぱり分かんないでやってるってことね。まあでも実はこれはね、信屋本店のお客さんね、リアルなゲストもみんなそうなんだよね。座ったら髪の毛の話一切しないまま施術が勝手に始まるなんていうのはごく普通にあることでね、今日はどうしますかっていうやり取りが全くないという、それは自分家の奥さんもリアルなゲストも同じみたいな、まあよく分かんないそういう店です。今回はまあ結構ね、
まあすっきり切ろうかなと思ってね、春だから。特にカラーもグッと明るくしたし、カットのね雰囲気もかなり軽くしようかなと思って切ってる。首周りなんかもかなりすっきりね。意外とこういうところの処理が大事だからな。そして前髪に行きました。これね、休みの日にやってるのね、当然。普段は今予約がね入ってるからできないんだけど、休みの日に2人で、ランチをして、その後お店に来てこんな風にやるから、なっちゃんはもう大体ねやってる最中夢見心地でうとうとしております。なんか夫婦ののろけ話みたいになってきちゃったな。まあ職人の手元じっくりとご覧くださいませ。これで全部でどのぐらいかかったかな。まあカラーリングまず2回してるでしょ。カットは割とちゃっちゃと終わるからね、3時間じゃ終わってないな。もうちょっとかかってるな。あれ休みの日じゃないとなかなかねこれはできないってことで、どんどん切り進んでおります。これね、切ってる時っていうのは本当になんかのぶさんね集中しててね、すごい楽しい時間なのね。これはもちろんなっちゃんの髪って意味じゃなくて、お客さん切ってる時もね、とにかくこうカットして自分がハサミを入れたりレザーを入れたりして、どんどん形が変わっていく、そしてその人がこう可愛くなっていくことがね、もう死ぬほど好き。世の中のね、お父様方が休みの日は趣味でゴルフをしますとかね、いろいろあるじゃない、草野球をやってますとか魚釣りが好きとか、それは仕事とそういう遊びっていうのは別物だよね。でもノブさんの場合は相手が奥様だろうがお客さんだろうが、こう髪の毛切ってるのはそういった普通にねお父さんが仕事とは別に楽しみを持ってるのと同じような、その髪の毛切ることが楽しいわけね。だから全然こう仕事をしてるっていう意識があんまないんだよね。ああ楽しいなと思いながら切ってるわけよ。だからまあ当然こうやって休みの日ね、妻の髪の毛を切るのもすごく楽しい。切るのが好きなんだよ、とにかくね。切るのがカットで形を作っていくってことがすごく好きみたいね。まあ仕上げはこんな風にいつも通りざっくりと乾かして、濡れてる時っていうのはね髪の毛は暗く見えるのね。乾いていくとどんどんこんな風に色が明るくなっていく。これはTシャツがね汗かいた時濡れると黒くなるのと同じ原理ね。そしてもみもみしてあっという間に終了ですよと。この後じっくり解説するからね。いい、かわいい。どうですか。てな感じで見てもらいましたが、いかがだったでしょうか。妻なっちゃんね、素敵になりました。可愛くなっちゃいました。のろけですいません。でどうでしょう、これをご覧の大人女子のあなた、自分の髪の色鏡で見てどんな感じですかね。どうしてもね、世の中の白髪世代の大人女子というのは、美容室に行っても普通に白髪染めのお薬でビターっとね綺麗に一色に染めてもらってる人が多いんじゃないかなと思います。それが決して悪いわけではないのよ。悪いわけではない。でもね、なんか周りを見渡して自分と同年代の人たちってなんか同じような髪の色だったりするよね。悪いとは言わないんだけど、なんか面白くないじゃない。これまでのぶさんは春という今の、ね、この季節イメチェンするのに最適だぜっていうことを何度もお伝えしてきたんだけど、髪型を大きく冒険するってことって意外と勇気がいるじゃない。でもね、髪の色ってまあまあ気軽にチャレンジしやすいんじゃないかなと思ったりするのね。もちろんこのなっちゃんみたいにものすごく明るくしましょうとかね、
このピンクにしましょうとか、ここまではしないでまでもだよ。ちょっとね、いつもよりも色を変えてみる。これって髪型が全く同じでも全然気分が変わるし、相手に与える印象が変わる。これね、ぜひおすすめしたいんだよね。で、全体を明るくするってことがもし抵抗あるんであれば、部分的に、ね、ちょっとしたハイライトを入れてみるとかね。これも過去にお伝えしたんだけど、インナーカラー。今日のなっちゃんもやってました。インナーカラーね。内側だけちょっと色を変えてみるとかね。こういったことをすると、何がいいってね、自分が一番なんか気持ちが変わるよね。なんかウキウキする。もう春という季節に合わせて気持ちがぐんぐんとこう上がっていく。これね、大人女子にとってめちゃくちゃ大事なことなんじゃないかなと思うのね。じゃあね、なんで白髪世代の大人女子がみんな同じような髪の色、ベターっと一色にね、綺麗に、焦げ茶色に染まってるのかというお話ししようと思うんだけど、これね、美容師さん側の問題が一番大きいっちゃ大きいのね。どういうことかというと、おそらくあなたも白髪が生え始めの頃ね、美容室で、白髪が出てきたんでもう白髪染めにしないとダメですねなんて言われたことあるんじゃないかなと思うの。または自分で明るく染めたいですと言っても、いや白髪がある人は無理なんです、こんな風に言われた人多いんじゃないかなと思うね。これね、美容師さん側が白髪があるゲストイコール白髪染め、白髪染めのお薬で焦げ茶色、この方法しか考えつかないってことが最も大きな要因だと思うのね。現にね、世の中のほとんどの女性は、私は白髪があるからもうカラーでおしゃれはできないんだと諦めている。これはね、悲しいことだと思うよね。で、ちょっとこっからは業務連絡になっちゃうんだけど、美容師さんに向けてね、白髪の女性イコール白髪染めで綺麗に染めなければいけない、白髪を隠さなければいけないと思ってる人、これ、実はそうではないです。だからね、まずね、やってみてほしいのは身近な人、ね、自分のお友達とか家族、この失敗しても大丈夫な人ね、いきなりゲストやっちゃダメよ。失敗しても大丈夫な人に、まずはこれまで染めていた髪の毛の染まってる部分、基線毛にライトナーね、ライトナー、ノブさんはだいたい14レベルのライトナーっていうのをよく使うんだけど、ライトナーで、髪を一遍染まってた色素を抜いちゃいましょう。そして根元だけ白髪染めのお薬、基線毛はファッションカラーね、おしゃれ染めのお薬、これで染めてみる。やってみたら意外と簡単、難しいことが何にもないわけ。ただし、難しさを感じるとすれば、2回目に染めるお薬ね、これをどういうのを選んでいいのか分かんないなっていう人が意外と多いと思うの。これの大まかな目安、伝授するね。まずそのライトナーで色を抜いた時ね、びくともしないぐらい真っ黒に染められちゃってた人っていうのはちょっと厳しいんだけど、まあ逆に言うとそれは抜いただけでまあいい色になるんじゃないのと。だったら、ライトナーで色を抜いた後、根元のリタッチだけすればいいじゃんと。抜いた色に合わせた明るめの白髪染めのお薬でリタッチすれば全体は明るくなるよね。それと抜いた時にちょっとこうオレンジ味を感じる、こういった時はまさにアッシュ系のカラー単品でいけます。明らかにオレンジ色になっちゃったら、これがチャンスなのよ。オレンジと青は反対色だからね。基線毛がオレンジになったら青い薬で染める、これだけでかなりいい感じになっちゃうよ。明度はね、その仕上がりをどうしたいかにもよるんだけど、まあざっくり10レベルぐらいのやつポンとやってみたらとかね。そうするとね、これまで白髪染めで染めてた感じと明度がそれほど変わらなくても透明感が全然変わってくる。いかにも白髪染めですっていう、こう焦げ茶色からなんだか透明感のある、白髪のない人がファッションカラーで染めた風になるわけよ。そしてこれが退色してきて、次またね根元が伸びてきてっていう時に染める時にはまたいい感じに落ちてきてる。これね、超初歩的な、一番簡単な方法だからね、まずは自分の身内の人でね、まあ、失敗しちゃっても許してくれる人を相手にやってみる。これ繰り返してるとね、全然明るめの白髪染めっていうのは怖くなくなっていくからね。そこに、さらにそれが慣れてきたらハイライトを入れてみる、なんだりかんだりする、まあ、もうちょっと難しいこともね、やってみるといいんじゃないかなと思う。とにかく髪の色を変えるっていうのはね、すごく気分が変わると思うね。もちろんダメージはつきものね、ヘアカラーっていうのはダメージします。傷まないカラーリングなんていうのはこのように一つもないわけ。やらないよりはやった方が絶対痛むからね、どんなにいいお薬でやっても。でもそれでね、気持ちがパッとこう良くなるんであればね、ノブさんはぜひチャレンジした方がいいんじゃないかなと思うね。あとね、覚えてほしいのは、髪の色が暗いと髪の毛が硬く見えるよね。硬く見える、それに伴ってなんだかその人自体がお硬く見えるっていうのがあるのよ。逆に髪の毛明るくなるとすごい優しい雰囲気、若々しい雰囲気になるから、
ぜひおすすめです。それとね、このチャンネルの中ではノブさんはもうしょっちゅう言ってるんだけど、自分がね何かやりたいなと、これまでの自分と変わりたいなと思った時、その施術が得意な美容師さんを探しましょう。もうとにかくね、これが一番の近道なのよ。自分でね、あれこれ考えてどうやって伝えたらいいかなとかって、ごちゃごちゃやってるよりも、とにかくそういった施術が得意な美容師さんを探すこと、これが一番手っ取り早い。探し方としてはインターネットね。インターネットで自分の県とか市、何々県、何々市、その後にカラーリングが得意なお店とか、こう、そういうね、ピンポイントで探していくわけね。そうするといろんなサロンの情報が出てくる。それをしっかり見て、なんか違うなと思ったらまた違った言葉でね、キーワードで探していく。それをしっかりやれば、あなたにぴったりなサロン絶対見つかるはずだからね。髪型を変えずに色で変わる。これぜひこの春チャレンジしてみてください。現場からは以上です。ではお待たせしました。ここからはノブレディオのお時間です。シャキーンな。今日はね、冒頭にもお話ししたんだけど、ある美容師さんとそのゲストのお話をしたいと思います。では紹介しましょう。その美容師さんとは茨城県結城市でチュールというサロンをやってるみっこです。このみっこ、 YouTube チャンネル運営しております。そしてなんとチャンネル登録が2000人オーバーというね、なかなか人気の YouTuber でございます。そして彼女ね、チャンネル名チュールみっこの白髪ラボといってね、特に白髪世代大人女子に向けての動画めちゃくちゃたくさん投稿してます。まあ、当然ね、このチャンネル名が示す通り、彼女はね、白髪染めのスペシャリストと言ってもいいぐらいかな。明るくおしゃれな白髪染め超得意なのね。しかもカットはね、のぶさん仕込みです。ちょっと前にね、くまちゃんというね、福島県の、もう一人ののぶさんなんて言ったんだけど、このみっこは女のぶさんなんて言われてたりするわけよ。そのぐらい、のぶさんのカットをコピーしてるわけね。じゃあそのゲストとは何なのかと、美容師さんとゲストのお話ですよと言ったのは、そのゲストというのはね、実は何ヶ月前ぐらいだったかな、忘れちゃったんだけど、のぶさんのところにね、ある女性から Facebook の友達申請が来た。その時に、茨城県に住んでいますと、のぶさんのところ行きたいですみたいなね、そういった連絡をもらったのね。で、当然のぶさんのところは予約が取れないと。なので茨城だったら結城市近いですかと、そういう話をしたの。みっこを紹介しようと思ってね。まあそんなに近くはないけど、そんなに遠くもないですよみたいな。じゃあ、あのみっこをね、ぜひ彼女の YouTube チャンネルを見て、ブログを読んで、気に入ったら行ってみたらどうですかと、そういうふうにお勧めしてみた。で、みっこの方にはのぶさんからこういった方からね、連絡もらったんで、みっこのこと紹介しといたよというふうに連絡して、その後なんと、そのゲストさんはみっこのところに予約をして、髪の毛を切りに行ったと、こういった物語があったわけね。で、この件についてつい先日みっこが動画で紹介してくれました。その様子をちょろっとだけ見てもらいましょう。ドン。はい、皆さんこんにちは、チュールのみっこです。初チュールを果たしたゲストさんはこちらの方です。じゃーん。いろいろね、美容室を探してね、彼女がね、のぶさんだったら私に似合うようなスタイルを切ってくれる、そこのお店は予約でいっぱいなんですね。自分で私のブログや動画を必ず見ていいなと思ったらば連絡してねという、紹介してくれるだけではなくて、きちんとその先のことまでも考えてくれているっていうことに、すごいなーっていうことをじっくりとご覧ください。それではまたねー、バーイ、テッキュー。こんな風にみっこがね、この嬉しかったよというね、出来事をね、紹介してくれました。そこでね、このノブさんのこともすごくね、しっかり紹介してくれてるんだけど、このゲストの M さんのことについてもね、 M さんが来るようになった経緯であったりとか、 M さんの髪のこととかね、すごく詳しく説明しているので、ぜひとも見てみてください。そしてこのチャンネルをご覧のあなた、茨城県結城市だったら行けない距離じゃないわと、ね、そう感じてくれたら、ぜひこのみっこの動画をしっかりと見た上で彼女に連絡を取ってみてください。みっこの動画は概要欄の方に貼っております。概要欄はこの今見てくれてる画面の下に今日の動画のタイトルがございます。そこをポチッと押してくれるとみっこのチャンネルを貼っておきますので、たくさんある動画の中からね、しっかりとリサーチして、あ、このみっこってやつなら私の髪任せてもいいわと、そう思えたら、ぜひノブさんの YouTube で見ましたよと、
そう言ってね、連絡してくれれば、みっこの方はね、あ、なるほどと、すぐ分かってくれますんで。ただね、彼女もなかなかの人気者でね、予約取るのはそう簡単じゃないかもしれないんだけど、その辺覚悟して、ぜひとも彼女の方にご連絡をしてみてください。あとね、その、M さんね、ゲストの M さんが、ノブさんに、なんと、ビデオレターを送ってくれましたんで、それ見てもらいましょう。ドン。いいですか？はい。ノブさん、こんにちは。小倉です。ノブさんに紹介していただいた、みっこさんに、今日、髪を切っていただきました。いかがでしょうか？可愛くなりましたか？ありがとうございました。はい、M さん、可愛くなりましたね。よかったよかった。これからもね、みっこのサロンでもっともっと可愛くしてもらっちゃってください。M さん、ありがとう。ということで、もう一つのトピックいきましょう。ノブさんが嬉しいことがありましたと言ってたあれね。そう、シャツのあの話。どういうことかというと、数日前、ノブさんはですね、4月生まれなので、誕生日プレゼントにシャツを送ってくださいと。今日はね、ちょっと寒かったから、これユニクロのヒートテックなんだけど、白い T シャツね、 V ネックの T シャツを着てるのは実はセブンイレブンに売っている肌着なんですよと。全国のセブンイレブンでどこでも買える肌着をね、外に出して、毎年毎年夏はそればっかり着てるんですと。で、だいぶ暖かくなってきたので、そろそろそのセブンイレブンの T シャツの季節、 T シャツっていうか肌着なんだけどね、肌着の季節になったんで、ノブさん今月誕生日だから、心優しき視聴者送ってくださいと、その際お手紙をつけてくださいというね、とんでもないおねだりをしてみたところ、なんといただきました。じゃじゃーん、いただいちゃいました。レターパックでいただいちゃいました。ちょっと中身見てみましょう。ズン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 、これです。のぶさんが大好きな V ネックシャツ by セブンイレブンね。これ大好きなのよ、ノブさん。だから夏はもうこればっかり着てるの。そしてなんと、ご丁寧なお手紙もいただきました。ズン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 ズーン。ねえ、こう、封筒に入っててね、こうシールが貼ってあるのね。ノブさん、これシールとかちょっとキュンキュンしちゃうタイプなの。これ取るとき、キュンキュンしちゃうんだよね。ちょっと開けてみます。プチッと。この、シャツとお手紙くれたのは、このチャンネルのね、コメント欄ではおなじみの杉本明子さんからです。お手紙読んじゃいます。いきます。のぶさん、誕生日おめでとうございます。初めてのお便りです。私の名前は杉本明子、57歳、大阪府堺市在住の専業主婦です。のぶさんの動画に出会ったのは確か今年の1月末ぐらいだったと記憶しています。少し私の自己紹介をします。夫58歳、長男29歳、次男27歳、子供たちは未婚ですが独立して家を出ていますので、気楽な夫婦2人と三毛猫ミータン過去女の子14歳の生活です。6年前まではお勤めに出ていましたが、ちょっと頑張りすぎて体調を崩して今は楽をさせてもらっています。少しだけ鬱を経験して今も寝る前にだけお薬を飲んでいます。そして去年3月に行った人間ドックで大腸がんが見つかり、4月に入院手術、5月にまた入院、6月から抗がん剤治療、コロナのややこしい時にいろいろ経験しました。がんは進行がんのステージ3で、他に転移もなかったのが救いでした。半年予定の治療がやっと年末に終わって、体調も良くルンルンです。今後は定期的に検査をしていきます。そんな時にノブさんに出会えて、私はなんてラッキー。ノブさんからポンちゃんを紹介してもらった時に、尼崎結構遠いかもと思いながらも、やると決めたら即の私、主人に尼崎の美容室に買います宣言をして、ちゃっかり車で送り迎えしてもらって、3月に無事カットとカラーをしてもらいました。ポンちゃんに去年の闘病の話をしたら、頑張ってさせてもらいますと力強いお言葉をいただいて、暗いカラーからブリーチをして明るく色を入れてもらいました。帰りの車の中でもニコニコでおしゃべりしまくって、鏡を見るたびにハッピーがやってきます。人生最高の仕上がりです。今ではのぶさんつながりの YouTube 登録増える毎日。のぶさん、ぽんちゃん、しげさん、くまちゃん、ちゃんみか、
どこまで増えるかな。のぶさん、毎日忙しい中アップしてくれてありがとう。いつもいっぱい丁寧に教えてくれてありがとう。エールを送ってくれてありがとう。毎日とっても楽しいです。そしてどんどん可愛くなってる、かっこ思います、笑い。前向きな人との出会いに感謝です。髪のことは今は最高に満足しているので質問はありません。のぶさん、なっちゃん、赤ずが元気で楽しくいてくれて情報を発信してくれることを望みます。 T シャツのおかげでお手紙書けた。素敵な一年になりますように。杉本明子、こんな素敵なね便箋4枚でいただきました。明子さん、いつもね、コメント欄にね、すごく丁寧なコメントをしてくれるし、実はね、過去の動画もかなり遡って見てくれてるのね。だからもちろんね、存在はものすごくこう意識してたというかね、認識してたんだけど、まさか今回こうしてねお手紙をもらうまで、そうした病気でね大変だったことなんていうのは全く知る由もなかったんだけどね。いや、のぶさんね、正直自分がこうして YouTube を始めてたくさんの人に見てもらえるようになった、そして多くの人にこう喜んでもらえるようになったっていうのがめちゃくちゃ嬉しいのね。本当にそれはね、毎日毎日コメントを読ませてもらってね、返信はなかなかできないんだけど、コメントを読ませてもらうたびに本当に噛みしめてるわけ。ましてね、この杉本明子さんみたいに、病気だったり何だったりいろんなね大変なことがあった、でもその中でのぶさんと出会って、どんどん自分の意識が変わっていった、見た目も変わっていった、こういったこと、しかものぶさんが紹介したポンちゃんというね美容師さんのところに行って、めちゃくちゃ気に入ったよと、こういったね、なんか人と人との出会い、その後のつながりっていうのはね、のぶさんはもともと好きなのよ、そういうのが。とにかく自分がね、きっかけで誰かと誰かが出会って、それで人生がどんどん良くなっていくみたいなことがすごくね前から好きでね、すごく積極的にそういうことをやってきた。だから今回のこの杉本明子さんが、T シャツを送ってくれてね、そのお手紙くれて、これまでもすごくこうコメント欄でね、ありがたいなと思ってたんだけど、改めてこのポンちゃんとのねつながりもそうだし、いやー、つくづくね YouTube やっててよかったなと心の底から思います。でね、実はね、のぶさん誕生日ってこれまであんまりね公表してなかったというか、途中まではね Facebook なんかにもこう出てたし、でももうね消しちゃったのね。もちろん年齢を隠したいわけじゃないよ。のぶさん50歳でした。昨日51歳になりました。だから昨日誕生日だったのよ。でも今回この おねだりしちゃった以上ね、くれっつっといて日にちも教えないのかっつうのもちょっと失礼だなと思ったんで、ここでしっかりとお伝えします。1970年の4月11日生まれです。晴れて昨日で51歳になりました。まあ、なんでね誕生日あんまりこう公表しないのかっていうと、なんていうのかな、年を取ることが実はすごく好きで、好きというのかな、子供の頃からねどんどんこう大人になるっていうことがすごく夢というかだったから、年を取ることは全然いいんだけど、なんかねその誕生日おめでとうおめでとうと言われるのあんまりなんか子供の頃からそんな好きじゃないというかね。まあ話すとこの話で長くなるから、なんで誕生日が好きじゃねえのかって話はまあいつかねまた詳しくしようかなと思うんだけど、だからまあ誕生日公表しとくとおめでとうおめでとうなるじゃない、だからまあちょっとあんまり触れないでおこうかなと、そういった感じね。別になんかすごいこうダークな話じゃないよ、重い話じゃなくて、でもね今回はねまあちょっとおねだりしてしまった流れでまあ公表してしまいましたが、まあ、これを見てね、じゃあしょうがねえからシャツ送ってやるかと、ちょっとでも感じてくれた方はセブンイレブンでこれ買って送ってください。そして明子さんのように、心がこもったお手紙をいただけると、のぶさんまた、動画のモチベーションがググッと上がってね、さらにいい情報をねどんどん出していくっていうね、そういう気持ちになると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。そして杉本明子さん、シャツとこの心のこもったお手紙本当にありがとう。明日あったかかったら早速これね今年の新品第1号を着させてもらいますので本当にありがとう。これからもお体大事にしてどんどん可愛くなっちゃってくださいということで、今日のノブレディは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。
なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。ありがとう。